けど、スタイルがよく見えるようにデザインいたしました。大きめの U ネックなんですが、鎖骨が綺麗に見えたり、小顔に見えるデザインいたしました。後ろも大きく開いてるんですが、こちらも背中が綺麗に見えるようにデザインしてます。で、それなんですが、ちょっとラッパ型で、こちらも腕が綺麗に見えるようにデザインいたしました。前が短め、後ろが長めでデザインしてます。で、フロントはセンターが短くて、サイドが長いデザインになるんですが、こちらはハイウエストと相性がいいようになってます。後ろは、センターが長めでサイドが短め、こちらはショートパンツと相性がいいようになってます。ヘムラインなんですが、カットオフ仕上げでヴィンテージのようなルックになります。こちらですね、肩紐にタッセルがついたのがポイントになります。